材料を買いに来たんですけど、結構量が多いから食べきれるかどうか心配。細い道がね、いいよね。着いた。北アフリカ地域の鍋料理で、山のような形の蓋が特徴の独特な鍋を使って、お肉やお魚、野菜を煮込んだものを言います。どんな食材やスパイスを使っても他人料理というので、家庭やレストランなど使用している具材や味が異なります。クスクスはデュラム小麦から作られる世界最小のパスタで、またそのパスタを利用して作る料理もクスクスと言われています。クスクスがパラパラしているので、スープやシチューなどソース状のものと混ぜて食べるのが一般的です。いろいろ買ってきました。ちょっとイタリアンパセリ。ちょっとイタリアンパセリ。オッケー。では、ひまわり油とオリーブ、天然豆とインゲン。タジンは細かく切って、クスクスの方はちょっと大きめに切ってみます。こっちがタジンで、こっちがクスクス。クスクスの鍋、こんな2段になってます。どんどん切られたものが入っていきます。油がこういう感じで変えたり、キャベツもこんな感じで買うことができました。これ全部同じカゴに入れて、でそれのグラムで販売してるのかな。水に塩をちょっと入れて、インゲンを茹でてます。鶏肉を入れて、ひまわり油とオリーブオイルを入れました。ジンジャーとウコン、ターメリック と、ブラックペッパーを入れてみます。パクチーとイタリアンパセリです。ガーリック、クスクスとタジンは同じスパイスでいいそうです。なんか葉っぱ料理してくる。入れました。もうひっくり返してお湯入れて、こっちはこっちは、まあニンニクを入れ直そうです。タジン鍋はさっきのガーリックとパセリと
コリアンダーを刻んだやつを上に乗せて蓋をしました。クスクスは、さっき焼いてからちょっとお湯を加えました。クスクスの方にはトマトも入ってます。クスクスは結構大きめにカットした野菜とかお肉を入れてます。こんな感じです。ニンジンとグリーンピースとニンジンと、じゃがいもとチーズが上に追加されました。チーズも上に乗ってます。トマトが追加されて、はい、包丁を使うときもまな板を使わないんですよ。すごい。トマトを潰してます。鍋一杯分の水を入れました。クスクスが投入されました。極小パスタです。これの段にクスクスが追加されました。これ作るんですね、クスクスって。全然知らなかった。ちょっと鍋をしてきました。今タジン鍋とクスクスを作っていて待ち時間です。ちょっといい匂いがしてきました。タジンとクスクスを同時に作ってます。タジンもだいぶ煮えてきました。見えるかな、ちょっとグツグツしてきて、ちょっといい匂いがしてきてます。こっちはクスクスです。こっちもちょっと匂いがしてきて、こんな感じです。ペロッタジンクスクスの鍋は穴が開いてます。鍋の上で茹でてたクスクスはさらに水を加えて10分ほど置いておきます。さっきのクスクスの鍋にお野菜が追加されました。いきます。と人参、あとチリも一番入ってます。美味しそう。クスクスが2回目茹だってきました。ふわふわ美味しそう。ワンタンっぽい今日です。あ、すごい水分が飛んで美味しそう。タジンも埋まってます。だいたい1時間ぐらいたかな。すごい野菜と鶏肉の汁が出てそうで美味しそうです。タジンが完成しました。ジュージューいってる。クスクスも佳境です。あ、お湯が、茹でたのを入れていきます。すごい匂い。クスクスとタジン鍋が完成しました。できた。美味しそう。クスクスもすごいたくさんできました。美味しそう。